会議を開きます。議長、立花慶一郎君。議事日程追加の緊急導入を提出いたします。枝野幸男君ほか4名提出。安倍内閣不信任決議案は提出者の要求の通り委員会の省略審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。立花慶一郎君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって日程第一に先立ち追加されました安倍内閣不信任決議案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。枝野幸男君。民主党の枝野幸男です。まず冒頭、今回の台風18号関連による大雨被害によってお亡くなりになられた方々に対し、改めて衷心よりお悔やみを申し上げます。また各地で被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。さて、これより私は民主党無所属クラブ、維新の党、日本共産党、生活の党と山本太郎と仲間たち、社会民主党市民連合を代表し、安倍内閣に対する不信任決議案の提案の趣旨を説明いたします。まず、決議案の案文を朗読します。安倍内閣を信任せず、